悪魔と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル、振るがよい。マカロフの子らよ。こいつがジジイの敵か。おやつ、俺は初代の墓参りに来たつもりだったのに、せっかくだ。バカ、上からに。レイジングボルト、雷竜のアジト、雷竜の王か。アマテラス百式。何？雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎に100倍返しだ。俺たちのお前は俺に任せろ。熱流を使い、試練爆雷で。クリムオスチーン。頼んだ。雷炎流の豪華。これで終わったら。もう完全に魔力。
私がここまでやられたのは何十年楽しませてもらった礼をせねばな。そんな、あの攻撃が効く。悪魔の目。終わりだ、フェアリー。魔道の死に合い。なんと魔の道を進むとあと少し。その深さを埋めるものこそ今宵ゼレフ。一なる魔法。ウヌラはいけぬ。怖い、怖くて。なんだ、こんな近くに仲間が。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。強くなれ、立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。待つ。おう、仲間がいれば恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリー。行くぞ。ヤマホーネメシス。アマテラス百式。まだまだ。フォトンスライド。頑張ります。天竜の直撃。やってやる。カリューの結果。ここからだ。アイスメイクフロア。終わったな。ああ、私たち勝った。みんなよくや。じいちゃん、それになぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来。ギルドを引退した私はあと少し、あとそんなものを見つけても魔法が本来闇だという。魔法は生きておる。
フェアリーテイルは自由と共に全部あなたから学んだ。君たちのような存在、つまりもう誰にも止められない。ゼレフ、あのゼ…アクノロギアは時代の終わりを告げる。アクノロギア、君たちには、待て、一つはアクノロギアを呼ん、僕に命の重さを。悔い改めよ。身の程を知らぬクズめ。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ、うるせえ、この声。また来るぞ。走れ、みんなで帰るんだ、フェアリーテイルへ。この世界には絶対的に抗えないものがある。この時代は終わる。ブレスだ。まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。
絶対諦めない。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。少し見ねえうちに。この7年でいろいろあったみたいね。ああ、ギルドは借金、私たちが留守にしていたせいで。カッハッハッハ。だってそうだろ、上に登る。そうですよね。しかしこいつは思う。どういうこと？この7年で他のギルドが奴らは7年多く経験を積んでる。つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探し。もし天狼島が見つかっても。そんなことねえって。7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おう、おかえり。お、大きくなったな。おかえり、夏に。奴らの嫌がらせのせいでし、せっかくナツたちが帰ってきたの。ギルドがそんな、私たちがいない間。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。ふーん、そうね。まずは依頼書って、これだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてる。行方不明の人を探その依頼、私ウェンディ。その人は、そっか、よし、一緒。あ、ちょっと。
依頼書によると、行方不明になった。ハッピー、どっちが早く。あいさー、ここにはモンスターが出る。あいつら聞いてないわ。ありがとう、助かった。怪我を見せてください。ああ、ところでオタクら、フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、ええー、ピヨ。さて次は